か。この辺稲荷町っていうそうですね。まあこの辺とかが飲み屋街あったりで気になるとこなんですけど、気になるスポットがあるんですけど、ゴールデン横丁ね、ちょっとここ入っていきましょうかね。あ、トイレが。
かすごいディープなお店が多いですね、この辺。また夜行ってみたいなっていう多いですね。なんかパラダイス。やってないみたいですね。エバーフォール倉敷中央別館。感じですね。どういう意味なんですかね。ちょっとめちゃめちゃ気になるんですけど。懐かしいですね。なかなかね、まあ、残ってると。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。